Hey yo! ケンツムッシュです。今日もなんかやっていくんですけども、格上がりどうやっていきましょうかといったところで、久しぶりにやるんですが、キョスケがですね、今、カードレベル強化来てるので、まあ、使っていきたいなと思ってまして、まあ、キョスケは結構強いんですよね。なので、格上にも通用するかなといったところで、なんか雑に組んでみました。この、キョスケロイジャイ。怪しいか、これ。ロイジャイじゃなくていいかな。メガナイトとかにしとく。なんかわかんないけど、結構強そうだなと思ったので組んでみました。メガナイトとかでもいいけど、まあ、一回これでやってみましょうか。さあ、行きましょう。いや、格上がりどね、なんかもう、あいつ、エレジャイが多分、うようよ歩いてるんだろうなと思うと、怖くてね、できないんですよね。まあ、ということで、格上がり道もね、やっぱ待ってくれてる方が多いんで、やっていきたいんですけど、あー、ホグね。まあ、これは矢の雨で、はい、守ってあげて、キョスケがね、結構、その、パンチの力も強いから、それをしっかりと活かしていけたらいいかもしんない。これ、コウモリだけ出しといてあげて、突破してくんねえかな。はい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 、なるほどね。マスキに当たる。これは結構ロイジェイ生き得な感じするから行きましょう。防衛施設かな？エレキか。で、これホグトリトンで起動したいですね。多分出てくるんじゃないかな？はい。じゃあ、もう一ロイジェイ行ってあげてからのトリトンで行きましょう。いいぞ、この14のロイジャイは気持ちいい。これミラーで俺が格上になれるの幸せだな。いやー、こんな気持ちなんかな。はい、起動できる。オッケー。いやー、格上はこんな気持ちなんだろうな。ロイジャイ使ってていいな。さあ、ケツキョスケから行っていきましょうか。だ、結構今の見た感じ強いよね。ミラーカードうまく組み合わせていくのは。ありだな。ミラー、今シーズンミラー入り縛りでやってみる？格上がりと。ちょっと面白そう。さあ、コウモリ出してあげて。うん。まあ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 。キョスケの爆弾で処理しつつ、はいはいはい、ロイジェイ出してあげて、こんなんね、守ってる場合じゃないんで、しっかり格上の動きをね、習ってね、はい、追いに行きます。いやー、気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいい。さあ、キョスケも出してあげて、もうスリークラウン行きますよ。夢のスリークラウン目指します。ちなみにやりすぎましたね、これは。まあ、一応相手攻めるしかないから、まあ、ロイジェイ出し毒で。はい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 。まあまあまあ、今回はね、13レベルとかだったんで、いや、このね、ロイジェイ14たまんねえわ。うわー、これ癖になりそう。隠したがりができますね、合法的に。合法的に隠したがりができるんで、結構熱い。さあ、次行くぞ。いや、キョスケミラーとか、ミラーロイジェ結構熱い気するな。呪文はね、レベルの関係でポイズンにしてるんだけど、まあ、ライトニングでもいいかなと思うんだけど、まあ、ポイズンが、なんか、いろいろと格上に対して便利そうじゃない？うん。やっぱ格上って結構ユニット全部つなぎしてくれる時もあるから、このポイズン矢の雨で処理できたりとか、まあ、そこら辺も結構熱いし、みたいな感じですね。ベビドラはハンターで処理してあげていきましょう。これキョスケですね。はい。マジックアーチャーがターゲットしっかり取っちゃってる。うわー、これは行きましょう。もう形作るしかないんで。うわー、エリババだ。くぅ。まあ、ちょっとコウモリで、はい、カウンターが過ぎれば大丈夫です。なるほどね。エリババ、マジアチャー、ベビドラ、ディガーっていう。
ちょっとよくわかんないデッキなんだけど。あー、ポイズン。戦闘に当たる。いやー、この戦闘に当たるかどうかがマジで大事なんだが、まあ、矢の飴は使わなくていいかなー。結局こんな中途半端なトリトン出すぐらいだったら矢の飴使っててよかったかもな。うわー、待ってー、エリババやだなー、マジで。あ、これ美味しい。これこうです。なぜなら相手エリババのエリクサがないんですよ、これ今。なのでバルキリーで受けてきたと。ただこんなドヤるほどの攻めではなかったね。ケツキョスケして、ワンチャンマジアチアケアのいけそうだな。来い、マジアチア。来ないんかい。何のためのマジアチアや、それ。じゃあ。言うてみー。行くしかねえ、これはもう。はい。いやー、渋いか、これ。なるほどね、ポイズン。いや、怪しいな。怪しすぎてやばい。いや、ポイズンでしょ、相手。いや、もう行くしかないよね。うわ、負けか、これ。いやー、勝てんか。いやー、惜しかった感じするけどなー。あー、ジジですね、これは。エリババがきつい。いや、途中のドヤ顔で出したロイジャイが全然刺さんなかったな。冷静にベビドラとバルキリーで処理されて終わった。まあでもエリババはもうしゃあないよね。今みたいな感じだと、もっと丁寧に立ち回るべきだったね。キョロイの形組んで、で、防衛頑張るみたいな。今結構強引に攻めないといけなかったから、もうダメージ差的にね。いや、それが良くなかったなーって感じする。さあ、ハンターから行きましょう。相手は沈黙だ。え、なんもん、キョスキいっちゃうよ、じゃあ。あれ、動いてきた。いやー、ちょっと待ってくんね、それ。いや、まずいなー。いや、しかも、ちょっとちゃんとしてんだよね。うわー、これ、やばいぞ。これ、もう1ポイズンか。はい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 。いや、入るんか。しかもこれさ、中途半端なとこに釣っちゃったからキング起動もできなかったよね。いやー、しまった今の。いや、キョスケキング起動しちゃったけど、ってなるとスパーキー一発入るなと思ってやったら、結局スパーキー一発入ったんでキング起動できたなっていう話。いや、トルネハあんのか。まあ、キョスケ出して、もう一キョスケぐらい出して、うわ、どうしようかな。ポイズンでもいいけど。ポイズンにしよっか。あれ。当たるだろ、さすがに。当たんないんかい。やばい、マジで。いや、もう終わってるわ、これ。強すぎて勝てん。どう守ればいいんっていう話ならん。このデッキさてはゴミ弱いか。はいはい、キョスケってか、相手のキョスケが強いんか。めちゃくちゃに。
しかもロイジェイじゃねえわ、今。あいつ2枚入ったぜ。いやー、スケかコウモリどっちかだなーと思って採用したんだけど、ダメだったなー。いやー、でもワンチャンあったか、これ。いや、ねえか。ああ。ダメだ。このままじゃ勝てねえ。出来替えよう。やるなじゃねえんだよ、この野郎。本当に。しっかり温めさせてくれたな。いやー、いいデッキに見えたけどな、これ。どうもダメですね。まあ、今までのやつを貫くならって感じだけど、ベビドラとか意外と採用してみる。スケ。キョスキ、キョスキミラーでライトニングかポイズンか。まあ、これでいっか。マジやちゃ。いや、これでいこう。なんかちょっと強い気がする。大丈夫、みんな俺を信じて。これは、マジで。自信があります、このデッキに。バランス取れてるはず。はい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 。まあ、スケ切って、キョスケでもぶっちゃけよかったけど、気をつけ出してあげて、はいはいはい、で普通に考えて、まあ、プリンス切った後なんではチャンスだと。うわ、もう1ラム行きたいけど、一旦ここでユニット出させて、もう1ラムをここで走らせる。いいんじゃない？で、ヤナメかポイズン。これはポイズンです。はい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 。まあまあまあ、いいでしょう。いい防衛。で、まあこれで多分守れるやろな。はい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 。はい、オッケーオッケーオッケー、いいよ。ファルチェ、プリンス、ババとかなんで、まあ、気をつけ出しつつ、おー、なるほど。はい、ラムライダー最高。ファルチェか、プリンス。まあ、ここは一旦、ラムだけで後取って。うん。で、ラム防衛で、もう一回ダメージ与えに行く。プリンスとかぐらいじゃね？はい、オッケー。はい、オッケー、完璧です。で、ベビードラ出してスケで防衛。うわー、上手だね、相手。しっかりとスケ読みでプリンセス出してたけど、でも残念と、それは刺さらなかったねと。うん、処理してあげつつ、大丈夫だよな。はいはいはい。いや、2ラムで抑え込む戦術。OK。ああ、いい防衛だ、それは。いい防衛しか、いい攻めだね。でも相手は、ババーバルーンしてきたらうまいんだけど、さすがにでしたね。オッケー。いや、いいんじゃない？こう、ちょっと、だいぶ歯食いしばりながらの勝利なんだけど、GG ですね。オッケー。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いや、キョスケラムは結構、新しい発明な気がする。で、ポイズンで一応呪文削りプランも見据えたデッキ。これいいんじゃないですか。新しい角栄狩り道デッキ。ミラーとキョスケが鍵ですね。ミラー結構強いと思ってて、角栄狩り道で。レベルがシンプルに高いし、使いどころ、まあ、てか相手が多分ね、ミラーに対してのあんまり戦闘経験がないから、そこでこう、仕留めれそうだねっていう。ミニペスケブ。
まあ、セオリーで考えるならばスパーキーデッキが多いが、ペッカが。まあ、ベビドラスケとかで守るか、キョスケをもう一枚出すからね。いやー、まあ、ベビドラかな。それは、美味しいに見せかけた？まさかのこいつが全部無視だもんな。スケ、うわ、やべ。それやべえわ。いや、そのウィザード絶望だな。うわ、やべ。うわー、やなめっときゃよかったかこれ。いや、レージがやばかったね。か、ちょっと待って、ほんとに。だるすぎやろ。なんでペッカの後にガゴムレレージしてウィザードでエリクサがあるのか、マジ疑問で仕方がねえんだけど。サイドガールが。なんか悪いことしてるしな、相手。ゆげさん、こんな親子ペッカに負けるわけにいかん。ミニペーやなめ、まあまあ、まあ、多分普通にペッカ余裕で間に合うから。うん、はい。ベビドラミラーしたいけどな。あ、ポイズンか。で、完封ぐらいできるんじゃん？オッケー、いいね。ガゴムレきます、これ。うわ、ぶな！俺絶対読みで打ってた。ガチ？ちょっと待って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 。待ってくれよ、もう。こいつ無敵だわ、本当に。いやー、許せねえ、俺、マジ、こういうやつ。うわー、いや、メガナイトはやばくない？で、ペッカ待ってメガナイト待んの。意味がわからん。いや、時間があれば勝ってそうだな、俺な。こいつ、許せねえ、マジで。いや、もうね、ペッカメガナイトは勝てんのよ。メガラムでも無理だ、これ。うわー、今のマジで。いや、読み屋の飴打ってもなーってとこだよなー。いや、でも打ったな、打っとくべきか。レイジがゴムレーをちょっとお得に処理しようとしすぎるとダメだなー。あー、くっそ、今の腹立つな、マジで。非常に腹立つ。うわー。もう、おもちゃやん、ここ。みんな遊んでるやん。腹立つなー、この野郎。やなめ使わせてからのスケブが本当にカリカリするな。このスケブ無敵だと思ってるやつ、本当に仕留めないといけないの、俺は。なんか常習犯の動きしてんな、これ、相手。はいはいはい。ゆげさね、ここで食い止めないといけない、これは。バルキリーね。コウモリ出して、ヤナメ打ってくる。ここはキョスケ。で、キョスケで結構やっぱエリクサを使わせるべき。うわー、これヤナメ打つか迷うが、一旦ステイだな。ここでもう一キョスケ。どう？で、ここはラムライダーで防衛。完封できるよな。で、これは矢の打って、バルーン入るけど、俺のこのキョスケが届くはず。届けよ。よし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 。よし、素晴らしい。クッソ入るからな、俺。はい、OK よ。ってなったらもう右守ってカウンターで降りながら左やれば勝てます、これは。なんならもう虫レベルでいいけど。さすがにか。いや、もうなんで到達するそれ。ちょ、待て待て待て。
バルキリーがいんな。はいはいはい。いいぞ、これ両方いけるんじゃん。はいはいはい。ダメージが1000超える。ポイズンで、うお、あー、グッドゲーム。気持ちいい、これは。本当に分からせた、俺が分からせた、これは本当にな。ラストいきましょう、ラスト。ちょっと久しぶりの角刈りと、ダメだすぐ頭に来る、すぐ頭に来ちまうから、よくねえよこれ。嫌な目で処理。でも角刈りでいいね、なんか最高にゲーム実況してる感じがするわ。枯渇把握、挙助出しましょう。ちょ、まだねこの駅使い慣れてないからね、呪文結構渋っちゃってる感じあるよね。よく聞かれるんだけど、なんで呪文渋るんですかってこう言われるけど、こうもっとでかいもん狙ってますね。それを温存してカウンターでなんかもう超いいもん狙ってるみたいな感じかな。あ、これはスケ出してくださいね、皆さん。はい、これもでかいもん狙えないから、このスケごときで。いた、今の一発いらねえな。いや、この1コスト温存が世界を救うかもしんない。ここで温存した1コストの成果を見せるわ。じゃあ、やばそう、めちゃくちゃ綺麗に受けられそう。キャスケの爆弾信じたけど、はいはいはい。まあいいんじゃないですか。 OKOKOK、 指せる指せる。やっぱ巨助含めた終盤のラッシュが強いからな。ここか。いやー、ちょっと待ってよ。いや、もう待ってくれ、俺おじいちゃんだ本当に。いやー、これメガナイト抜けないな。ちょっと待って、おじいちゃんだったね今本当に。いやー、これなー、もう一キョスケ出して、爆破でこういい感じにして、ここだ、この後に地獄を見せる俺が。いや、もう一キョスケぐらい行ってもいいけどな、ぶっちゃけ。うん、メガネてきますこれ。はい、もらいました。これはもう一発で仕留めますから、はい、一発でいいんですよこれ。はい、気持ちいい、これだ。ウルフも鈴で遊んどるもんな。ということで、角刈り道ね、キョスケとミラーをちょっと試してみたんですが、次回もちょっとねこのデッキで、試してみようかなと思います。このデッキもうちょっとこうした方がいいんじゃないのかね。皆さんのおすすめデッキがあればまた教えてください。では、おつめしばいばい、またねー。